おはようございます。おはようございます。というわけで、ポケモンカードの対戦動画を撮っていきます。というわけで、まあ、きらめく結晶が出てね、ドラパが、まあ、めちゃくちゃ起動しやすくなったと思うんですよ。まあ、特にペパーでね、ついでに道具の枠で持ってこれたりして、はい、まあ、今まで以上に強力になったんじゃねえかということで、一本やってみようかなと思います。眠そうとか、元気なさそうに見えてるかもしれないんですけど、我々ちょっと今日 BO3 の大会に出てて6戦終えてからちょっと来ている状態、現在22時ですね。大会始まったのがなんか10時とかやから、まあ12時間ポケモンカードぶっ通しでやって、まあ、もうちょっとやることになります。あ、ちょっとね、内容は頑張ります。頑張ろう頑張ろう、気合い入れていこう。まあ難しいよね、動画ってね。程よくね、程よいシーソーゲームがいいのよ。はい。まあ、ちょっと今日も、何言ってんの、見せていこう、視聴者を。目でお返しします、チャンピオン。これだ、魔法陣、魔法陣の気持ちが分かったぞ、お前の。これだ、保険のあり方。最初はグッ、じゃんけん、ポイ、はい、これで、ショッ。先行。負けたくない。どうなんだろうね、マッチアップ的にはいい勝負しそうだけど、うん、いやっいや、これ戦後入れ替わってモテます。お願いします。君のね理想通りの展開が待っているかもしれない。いやね、ある程度はね、やっぱ新しいデッキをね使うにあって、ある程度対戦的に抗ってほしいわけよ。程よく負けてほしいわけ。当たりは強く、あとは長いでお願いしますってやつよ。初手配合いいね。心地いいわ。あー、で次ペパーからってやつね。もう山札の6人見てない。何せ BO3 より6回戦やった後だからね。なんか重大なミスになったら取り直しになるの。はーい。はい、充電終了。お願いします。終わった？終わった？大丈夫っすか？いや、嘘。かなり嘘。ペパー、ペパペパペパチェック。うん、素晴らしい。まず大事なカードある。体重貼ってくんね、ちょっと。体重ネスト分析、ネストロトム、ドラパルトと取りますってなった時に体重抜きました。悲しいお知らせだな、本当に。好きだったけどね。ロトムで、分析はあります。ダメでした、ダメでした。手張り、即席、終わり。強いな、強いっしょ。本当にさまよる爆発やめてほしい。やっぱポップ置いていいっすか。え、いや、全然いいっすよ。それ、とがめるよ、ちなみに。取り直しになるよ、起きな。オッケー。うわ、これやられたな、ちょっと誘導されてる可能性がある。いや、ガチで誘導されてる可能性がある。ガチでポップは死んでた。危な危な実際飛ばすの、これ飛ばせたらポッポが。え、ドラメシアじゃない、むしろ飛ばすの。こうでしょ。うん、区民席ある。ちょっとむずくない。あ、まあどうぞお任せします。ペプー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 、ちょ、気合い入れるわ。ふざけてるわ、ちょっと。勝つさ。はーい。ボン。まあいいでしょう。1枚。どうにかなるか。なるな。ボフィー。ボフィー。はい。うんうん。油断してる？今。油断じゃなくて。うん、これしかできない。なんて俺さっきは4からロトムだったの。むしろよく積もって。まあ確かにね、ここまで。はい、ゴー。ああ、一枚。あ、悪くない、悪くないって顔しとかないと、うん、やばい。よし、とりあえずこのボタンポッポと火分け取ろう。これでね、エネ付きのドラメシアがブッダを刺されたとしても待って、あったよ、なんだっけ、なんか体重の時のさ。ああ、はいはい、こんなやつ。はいはいはい、あれやっぱちょっと先輩として負けてられねえなっていう気持ちにはなったわけよ。おや、うん、いや、まあ普通にやるけど、
どういうきらめき方してんの、その結晶は。キュイン、キラ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 、チョー。これめっちゃ編集。多分俺だけが気づいてるんだけどさ、ジャンタマだよね、今。そんなあったっけ今、あの役分取った時のエフェクトじゃないの。チュー、あー、はいはいスモーキュドゥルルルルルルはい、あれとこれね、フィセ切ります。長かったね、今のライブ。フィセ切んの？ちょっと待って、フィセ切る、切らなくていい可能性があるぞ。まあ、切るわ。不思議な飴、ピジョットに進化。これね、ペパーでついでに飴と一緒に持ってこれるっていうのがね、改めて編集点を作っておくと。素晴らしいです。またスーチ。ちょっとドロンチがいないのがね、たまに傷なんですが、とりあえず殴れそう、殴れそうだね。ひらめき決勝、まあなんかどっちか色張れば殴れるようになると。これで普通はで蝶と、あ、ここで少ないエネルギーを持ってきておこう、なるべくね。じゃあいっぱいある方ね。理由はまあ高松入ってるから。そんなこと言っててね、そのためミスったらマジ怒るからね。手割り、いや、もう、うん、見えます、うん、ジャミングタワーなし、ツールジャマーなし、はい、技打ちます、はい、ファントムダイブ、はい、まあ、一旦前に200点は確定させていただくわ。させていただくわ、で、6点え、もう、1枚減ってんの？わぁ、何やつしてんじゃん。ちょっと待って、酔っ払ってるわけじゃないんだけど。ちゃんとやれーちょっとこれはね、まあ、ポッポがヨマールかで、ヨマール残った時の最悪の話をしてみよう。うん、雨、ヨノワール。もう一回爆発されます、ワンちゃん。うん、で、13削られた後に、まあ、なんならここサイドニートルから、サマヨールからぶっ飛ばされる可能性がある。うん。うん、で、そうすると、サマヨール、アメ、リザードンだけで V スターも残ってるから、こいつが死んじゃうわけよ。はい、で、そうした場合ドラメシはいません。お、大丈夫、ちゃんと間違えないから。困ったぜ。あ、ダメダメだ。不適切な表現がまただった。またこれか。あったため、いつか話したいね。不適切な表現って何だったんだろうって。はい、実は、はい、何だったんですかね。とある誰かの本名を喋ってしまっていた。喋りまくってるよね、だから、はい、まあでもこれで、ね、ポッポ残したから。で、タクトももちろんポッポを残すためにヨマールを置いたんでしょう。これガチでむずいこと起きてる。まだまだ油断はできない。ブイスター、オッケー。はーい、これね、持ってきて出すことに意味があるんですよ。いや、そうなんだよね。まあでもね、下手したら、下手し次死ぬよ、君。いっぱい貼って、うん、27、30ね、今。おい大丈夫、それボス1で終わるけど。しょうがない、しょうがない、もうヨマラ必要、やっぱ。ないとないとどうなる。あると、まあ明確に次こいつ消さないときボスでこれで終わりじゃん。そうなんだよね。うん、まあカサチは倒さないと無理じゃん。もう倒す前提なのね。このターン倒さないと無理じゃない。ね、まあ倒さないと、まあ何にせよ負けてそうだね。で、トラパが残った時点で、まああとはあのボスがないでこれを食わせると、なんか取ってくれるとブライアで次勝つっていう。ああ、なるほどね。はいはいはい。まあリスクを負うか負わないかみたいな話になってる。まあでもとりあえず大会だったで、本番だったとしてもう勝負ターンとして置くってことだよね。まあ超えてみろ、高松。まあ葉刺しも残ってる。残ってる。ああ、それは結構あるね、確かに。アメ、リザー、カムキャ、どれかか。どれか2枚。2枚。あと、キジがあるから。キジもある。はい。6枚。デスボール！これでもさ、まあいいや。え？いや、うん、違う。普通に、いや、勝ってはいないけど、いや、めっちゃ弱いけど、うん、普通に、あの、
この通信のところでカットして何回でもやり直せるなっていう。やり直しってなんだ。おーい、かっけえじゃん。やり直しってなんなんだよ。その3枚ちなみにどれぐらい命かかってる。やばいやばいガチでやばい命かかってる。あの、ツツジでやり直しはしないけど、逆手に取るが無限にやり直される可能性がある。逆手に取る。なんかね、一発で全てが決まって、もうハサジが余った。嘘でしょ、アメリザードン、アメカウンターキャッチャー、ふざけんなよバカ野郎。おい、いやまあそれぐらいやってもらわないと。いいねいいね、あ、煉獄者ありがとう、ノーカットでお届けできるわ。でもさ、実際動画としてこれでさ、じゃあさ、こいつ倒せなくてさ、ボスでさ、あれ読んでペペって撮ってさ、終わってさ、それまあ動画時間なんかどうにか俺たちが尺伸ばししたとしても7分とか8分だけど、それ楽しいんですかっていう話ですよね。やばいな、ピジョット取られるは確かに全然負けるな。普通にドラメシャ受けてないし、なんだっけ、集合指令みたいなやつもないし。おい、いやー今日幾度となくこいつは取られたよ。300、うわー強いね。これやばくて、これサマヨルブライアして勝ちです。そう、これやばくて、でかといってここね、ヨマールを今取っちゃうと、そもそもブライア発動して、まあ元気も発動して負けるし、やばいね、かなり。まあ一旦ドラパしかないっすね。この番勝つためにはトップとかなんかでボス、ボスじゃないけど悪くない手札いっぱいあるね。7、これはだから次なんだ、まあここで4マールを狙うとボス1枚で負けなきゃ、負けん気を剥がせない限りは。せやね、うん、だから俺は4マールを取る場合は絶対負けん気をスイーパーなりジャミングタワーなり無効化してからだね。うんうんうん、でそうじゃない場合はまあ手札干渉してサマヨールだけだったらドラパが死ぬにとどまる。まあブライヤブライヤとサマヨールどっちも両方あると負けるか、まあ、結構ねこっちのハードルは低いよ実は。すじあたりなんもなかった。いやいや、もうちょっと強がんなくていって、もはやこのツツジが嬉しいまである。タクト君強がんなくていって。ダメですよ、負けるよそれ。あ、聞こえた聞こえた、天から聞こえてきた声が。俺でもなんか短期決戦だけどいい勝負だね。あ、いい動画になった。いい勝負だね、おかげさまで。もういい動画これなぁ。おかげさまでこんな短3ケースになるなら、俺のきらめく結晶遊びも意味があったってことよ。でもこの間さ、なんかミライドンかなんか、なんかドラゴかなんかの動画でさ、めっちゃ喋ってたらさ、話長いってコメント来てたよ。えっちょっと確かに長いなって編集中に思った、6枚。なるほどね。で、待って、とりあえず必要なのは、まあ、アメピジョットは無理なんですよね。うわ、じゃあもう勝ってるもん、この顔。きついわ、ちょっと待って。はい、もう。普通にもうアメ3枚落ちてるからね、レボリューションはかなりやばいね。まあ、なんか、わかんないよ。シールとかで、どうしようもない、勝ち筋ないみたいな時に、もうここにアメが落ちてることを祈って、レボリューションみたいなのは全然ある。全然あるよね。手札干渉からやっても意外とね。そう。キチキギス置きます。で、ちょっとでも圧縮したいんでポフィンで、じゃあドラメシア、あードロンチが置けていないのが、ちょこの逆手に取るで、ね、当たりが、はい、まあ2枚かな。まあまあ2枚だね。次負けなさそうなカードが、おさかおさか、前でもいいという説は、あ、そうそうそう、そう、まあこうだね。で、蝶を残しておけばいいと。ジェットヘッドなくて、フラダラファントムダイブ。まあ、とりあえず、まあ、ファントムダイブ。はい、行きましょう。前200。はぁ、難しい。で、ヨマールを取ってしまうと、そもそも負けん気があるので、剥がせてないので、僕はサイドを先行してしまうから、マッカソーチ、ブライヤーで、敗北。330、うんうん、でヨマールを、だからヨマール取るはない、ビジョットを処理できない以上、うん、
で、じゃあこの6点どうするかっていうと、1個はピジョットに乗せて、まあ、次のターンデボリューションでここ剥がして、ボンボン。だからその場合は別に勝ってるわけじゃない。それまあ一番綺麗なキジリ10乗っけてるね、多分。で、次勝ちに行くと絶対。で、これでキチキリソーム効果して、ファイナルアンサー。俺はタクヤにテレフォンして声めっちゃちっちゃいんだろうな。ファイナルアンサー、 OK GO。 やばい、マジでいくよ。何に繋がってんの逆に。さまようるかブライデンに繋がるか、背後とかでもいいのか。そう、マハサーチ。え？俺負け？あ、違う、違う、違う、待って。まだ負けてない、ね。カーストボムしないといけないから。あ、違う、カーストボムをした上でブライアンしないといけないから。あれ？なんか今勝ったと思った。いや、そう、俺も負けたと思った。あ、ブラさん取られるわって。ちょっと待って、本当にない、本当にないのか、本当にないのか、本当にないのか。カブキャラでもまあ、爆発されば、すれば発動はできるでしょ。本当にないのか。ツジとか、なんじゃもしかないのかな。これあれやね、でもボスってもうチョイランド知ってんだけど、なんかさっき出してたからボスってパスしかない。だからこんだけロストスイーパー入ってない。こっちが悪い。俺が組んだけどこっちが悪い。俺が組んだけど。でも今朝2人で相談した時はジャミングタワー入れるから悩んでたじゃん。くそジャミングタワーと一緒割れないよ、このデッキ多分スイーパー開かないと。そんな欠陥構築を持ってくるな。ドラコの紹介なんで。はーい、倒します。うん、まあ充電3枚で。はい、どうぞー。ウーバーボーマンだー。一応さ、ちょっとごめん。ん？いや、一応、やっぱこういうのもあるよっていうのを見せておきたい。あっていうのがあるよ、ね、オーバーキルね。いいよ。そうそうそう、ちょっと申し訳ないけど、まあ、1個流れとしてやっぱテロップで出しておきたいなっていう動きが1個あるよね。赤松のあるよな、ピジョット回収。まあこれはちょっと完全に今無駄なんですけど、ちょっと雨で進化しておきます。これで俺がミスる可能性がある。ちょっとドキドキしてる俺もドキドキしてる。なんか間違えねえかなって思って見てる。まあ釣り竿します。蝶々、この戻して、よしね、まあ、ハサチで。これで、まあ、一応赤松持ってきて、打ちますと。で、そうすると、好きな、違うタイプのエネルギーを2枚持ってきて、どちらか1枚を手札に加えて、どちらか1枚を自分の組につけることができると。うん、そうすると、まあ、これね、手割り1回のお得になってますよ、ね。まあ、まあ、これがなくても、そうそう、大丈夫です。勝ってますか。こうもできるし。で、アピールを今、僕はされましたと。そう。まあ、余裕だったんですけどね、アピールをしつつ、ファントム！ファントムダイブ。200の。これ逃げても無理だよな、さすがに。逃げても、まぁ、あ、結果ピジョットが当たってるね。一旦伸びて、でも結局この絵でなかったから。まぁ、あ、4R が消えてるしね、多分次の勝ちが絶対ないから。そうだよね。うん、無理だと思うよ。いい動画でした。ありがとう。